はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、ラクドス宝物ということで、前回作ってたやつに比べてもう後ろがねかなりでかいっす。チャンドラ4の多元宇宙の突破4のターリ4ということでね。で、まあ、それにつなげるための大勝ちに鏡割りの偶話に、土建組一家の調達者と、まあ、あとは状況というね、かなりシンプルな構築なんですけども、まあまあ、ここら辺、序盤引いてくれれば、ここまでね、たどり着くのは結構簡単にいけるんじゃないかなということで、まあ、もうすぐね、偶話禁止になりそうな雰囲気ですけど、まあまあ、今週はやっていきましょう。最後に使い納めということでね。はい、やっていきまーす。はい、プレイ。さあ、7枚でキープ。あ、エンチャントかな。エンチャントですね。作成聖書なんとかエターリまで行きたい。はい、リックス来ましたね。アタック、さあ巨大なから終焉で土地出してターン終了。5マナ、これで6マナ、もう少しで。おお、これは来ますか。さあ、だっさあ、何もなければ次のターンにエターリいけるんですけども、潰してきましたね。さえたり。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。
お、3枚目の土地がないパターンか。無敗層か。パターン知る。お、なんか使ってくるか。お、使ってきましたね。ありがたい。切り崩し。まさにしまったです。出てくんのかい。どうする。ターン終了。さあ、大勝ち。さあ、ダック。どうする。まあ1枚捨てるか。まあ、とりあえず殴ろうか。さあ、だっ。さあ、多元宇宙の突破。どうする。さあ、巨大な金主演。これ倍になるのがめっちゃデメリットだ。ここから青マナ出るの忘れてた。やばい。そいつマナクリだった。終わってる。これは悲惨だ。一番やってはいけないことをしたな。
これはやってしまったんじゃない？カード引きたかったのか。今のは本当にやらかした。さえたり。幻宇宙の突破とアイビー行きましょう。チャンドラと飛んでるのがいいか。さあ2点ずつ飛ばしに行きます。とりあえず毒で死ぬことはなくなった。大体さんありがとうございました。危なかった。7枚でキープして、よく分かった。さあ調達者、追放火力入ってるか。それは参ったな。さあ寄生性召喚。終了。さあここで土地引くかどうかだね。さ
fancy dress means I didn't come here to fight. Give a toast? I'd love to. さあ、5月、巨大化の終焉戦でカード2枚引きます。引かない。引いた。多元宇宙の突破。タール落ちましたね。はい、対戦ありがとうございました。なかなか厳しい気もするが、ダブマリでなんとかスタートしましょう。相手がちょっとローペースなデッキだったらいいんですけど、いやー、土地止まるのはでも勘弁してほしいな。土地止まって勝てることはない。土地止まっちゃいましたね。引きすぎの方がまだマシなんですけど、サダック魔法来たら切り崩してもいいかな。何も来んかった。運命的不在はありがたいな。手がかりもらえてワンドロー。さすがにちょっとライフ削られすぎと思ったか。ちょっときつい。おろう殴ってきた。切り崩し。どうしたものか。めっちゃ回復すんな。さあ、寄生性掌握で3点与えます。さあ、強大なかの終焉を倒しておきましょう。エタリでカウンター使わせましょうか。人間の放浪士か。ちょっと待って、多元宇宙の突破。チャンドラとフォロー。
watching. It's time to do something. はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ラクドス宝物ということで、まあまあ終盤がねかなり厚く作ってあったんで、初手でここら辺で事故ることがねちょっと多かったかなともうちょっと序盤にカード回さんとダメですね、まあ、そこはまたおいおい調整しようかな。まあただもうじきねおそらく鏡割りのグバが禁止になるんで、まあまあ今週いっぱいにはなってくるかなとは思うんですけど、はい、まあそんな感じでグーは好きな方はねぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。